太子です。どうも、中里春菜です。今日は2018年最後の振り返りデートしたいと思います。するしない。もう今年も終わりでございます。あっという間でしたね。早かった。ちょっとみかん食べながらまったり行こう。まったり行きます。もうちょっといろいろあったけど、私なんか色が同化してる。みかんもんだじゃん。本当だ、かわいいじゃん。今日はね、はい、18年にあった出来事をいろいろはるちゃんと一緒に振り返りたいけど、何があったかな。ほんとあっという間だったんですけど、時系列くれよって感じだよね。振り返ってほしいな。確かに、なんか1月から何があったか分かんないよ。1月だってもういきなりあれがあるじゃん。ヘアマッチあったわ。はるちゃんとあれ来たよね。そう、軍艦、アーミーの軍艦になった。そうそうそう、2018年の12月に、うん、あとポイズンが毒っていうのを初めて知って、あったしょ、はるちゃん一緒に行ったもんね。びっくりした。あれまた、あれマジで賢くなったと思ったわ。いやいやいや、えポイズンが毒ですよ。だからさ、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃポイズンじゃん、はい、でもポイズンは、うん、ポイズンっていう言葉なだけで別に日本語訳とかあるとは知らなかったの。本当に。そう、それでそのあれだよね、ワード人狼だよね。ワード人狼でお題でたまたまね、うん、なんか毒系が出て、うん、でなんかヒントがホテイだとかさ、ソリマチだとか言ってて、あ全然わかんなくて、うん、ベビーベビーベイビーかなとかさ、ソリマチどこ行った思ってたら毒ってそういうことだったんだね。あれはしょうがないですか。本当やばかったね。ポイズンってあれなんでしょ、中学生くらいで習ったやつでしょ。習う。綴りも楽よ。いや、やってなかった。仲のなかったポイズン。そんなわけない。あれは衝撃やったね、2018年の。え、それ、うん、2018年の振り返り、うん、結構衝撃やった。でもさ、どうせ振り返ったらうちはどうせ麻雀のことばっかりじゃん。そうだね。リーグ戦と、うん、あ、タイトル2個取ったわ。なんだよ、あんちゃんはポイズンより大事だ。ポイズンの話なんかしてる場合じゃないぐらいいっぱいあったでしょ。 RPG ガールズファイトと、16期のプロクイーン優勝することができました、はい、ありがとうございます。いやね、動画始まってからね調子いいのよ。そうでしょう、うん、なんかさ、どんどん撮ってるよね。で、自分でそれを思う分にはいいんだけど、動画スタッフに笑顔でそれ言われるとちょっとイラっとくるんだよね。そっちから言われても別にみたいな。わかる。なんかネタができたってこと。うちらと関わってから、いや、うちらと関わってからなんか調子いいよねみたいな言われると、なんかありがとうございますって言うついでにね、ちょっともやっとする。俺らのおかげですよみたいな。そう、そう聞こえるじゃん。ちょっとなんかなんか、いや8年の賜物だってことよ。そうだよね。タイトル取ると次の日すぐ家の方やってくるんだよね。動画撮らせてくださいみたいな。でもほぼすっぺんに近いアイコン連れ出してこう、うん、大した質問も投げかけもせず好きに喋ってくださいって、うん、雑談始めたみたいな。雑談始める。あれをね、今年2回、去年か、去年2回、今年かまだ、今年2回味わいました。あと何があった？18年何があるんだ18年マージャンタク届いた。そっか、さすがに人生で全自動マージャンタクは初めてよね。家に買うことないじゃん。ないよね。あれはね、かなり気に入ってる。本当。白が可愛いの。白ね、なかなかないよね、白は。なんか市販でさ、今まで見てきたやつってさ、うん、青とかさ、青とかね、オレンジとか、グレーとか。そうそうそう。なんかちょっとお家のインテリアには。そっか、インテリアを絡めると白がいいのか、うん、で真っ白だから、うん、もう全然お部屋の壁紙とか絶対合うし、ピンクじゃなくてよかったな。ピンクは痛いだろう。痛いかな。いちごちゃん横にあるから見るけど、あれはちょっとあの宅のね、白さは可愛い。あ、そう。動画見てもらいましたか皆さん。遊びに行かないとね。来てよ。さすがにだってあそこに4人集めなきゃいけないんだもんね。そうだ、まあ、自分含めだから。そうだ、はるちゃん、はるちゃん来てくれないと。あえて友達がだってほら、麻雀友達3人も呼べないよ。困っちゃう。誰呼べるかな。ズンタン呼べるかな。ズンタン呼ぼう。ズンタン呼ぶか。みかん食べるっていい。いいよ。あとマサシさんほらこの前来てくれたから、すぐ来てくれるかも。マサシさんちょろかったらね。ちょろかったっすよ。あれもいいよ、
思い出だね。ほんと電話かけたらすぐに来るマサーシ。電話かけてすぐ来てくれる先輩、しかもあんな有名人、なかなかいないですよ。こんなガサツに扱う後輩ないよね。しかも平日の真っ昼間に、すいません来てくださいって言って、今すぐ来てって思ったね。今すぐ来て、分かったどこに行けばいいあれは優しい先輩いないっすよ。感動したよね、だいぶ。あれ見直したもん、あいこ動画。やっぱね、先輩優しいわ。あ、もう見直したんだよ、やっぱ面白いなと思ったするしない面白いのぶっ飛んでんなと思って、マジ面白かったよあれ。確かにぶっ飛んでた。3日に分けてみたけどね。まあ長いからね、ちょっと長すぎる。6時間だもんね、うん、途中でみんな顔死に始めてる。それはすごかった。6時間だもん、さすがにちょっと長かった。ちょっとね、ピチピチ感がなくなって、ね、カサカサしていったし、後半でずんたんだけテカってるお酒飲んでたしね。そうそう、あれもいい思い出だな。いい思い出。てか普通にあれじゃん、だったら YouTube 始めましたが一番の思い出ですみたいな感じで言わなきゃダメじゃん。これポイズンなんかクソどうでもいい。なんでポイズン一番最初出てきたの。だってすごい編集されるよ最近。いや編集点ないよ、ずっとポイズン言い続けるから言いたいことも言えない、こんな世の中だから本当にいやマジで本当に。そうだ、 YouTube 始めたわ。そうだよ、 YouTuber になったじゃん。そう、 YouTube はこれよ。これここで言わなきゃどこで言うの。本当だよ、ごめん、受け入れてなかったまだ自分で。 YouTuber 日向愛子誕生ですよ。麻雀プロっていう肩書きの前に YouTuber って来るのは未だにちょっとなんか不思議な感覚になるんですよ、うん、やっぱり。そりゃそうでしょうね。だけど、うん、なんかこうやって動画見ましたってね言ってくれる人がすごい増えて、うん、あのなんだっけ、 M リーグのパブリックビューイング担当してるんですけど、うん、そこの会場の若者の写真撮ってくださいっていう大多数が、うん、麻雀の匠、うん、あするしない、うん、見てますって言ってくれるの、チャンネル登録したって聞くと、うん、しました感じで言ってくれる若者が多くて、その大体年下の男の子にしかって言ってくれる。へー、あでも YouTube をいっぱい見るっていうとちょっと若者になってくるのか、うん、だからそういうの方たちと出会うチャンスとか知ってもらうチャンスはやっぱ YouTube さすがだなと、そう思いますね。コンテンツですよ。そうそうだ、近藤誠一じゃん。これですよ。そうだよ、今年最後、2018年といったら近藤誠一だよ。本当あの人本当すごいっすわ。なんでしょうね、最高位で最強位でしょ。最高で最強でしょ。どうだよ、アグリーガーだよ。10代からそんな人って輝けるの。何でしょうね、細胞は何歳になったら死に始めるの。本当すごいよね、進化し続けるって。かっこよかった。いや、せいさんやばよかった、まあ、振り返りじゃんここに入れてもらうの、この説とかパネルはめても。でも思い出すのはやっぱりタイトル戦とか大会とかのことばっかりだね。麻雀、まあ、来年子供生まれるけど、そっちよりもやっぱ麻雀の方が強いよね、今は。子供はずっと欲しかったし、うん、もう30だしね。何だって30だしね。もうっていうのはいらないね。だしね、うん、それも踏まえて、うん、かなりあの、なんだろうな、いろいろあった1年だけど、うん、麻雀プロになってから8年間何もほとんどなかった1年が1回もないかも。いろんなチャンスいただいたし、うん、いっぱい実況とかもやるようになったし、うん、YouTube になるまでの含めてこういろんなことが毎年あって、なんか静かだった1年っていい意味で本当に私はなかったなと思いますけどね、うん、何かしらニュースは、お気に入りのニュースは、やべえやべえ感じのニュースもだし、まあ、いい感じのニュースもだし、うん、いろいろあったし、うん、だからそこは知ってますよでもそこはなんかさ、活動していく当たっては嬉しいことじゃん、うんうん、そうね、なんか何もないより、うん、いい変化があったよ。そうそうそう、コンスタントにリーグ戦も上がれてきたりした、うんうん、そう思えば嬉しいけどね。来年どうなるんだろうね。来年見据えた時のはるちゃんの顔やばくない。いや先のことばっかちょっと考えてられないですよね。10年後とかもう全然なんと、今頑張んないと、今どうにかしないと。どんな風になりたいの。どんな風に、ママジャン氏になりたい私だって幸せなママジャン氏で忙しいみたいな感じになりたい。分かんない、近くにご両親いないから手伝ってくれる人いないよ。そうかもしれない。
さあ2018年最後の動画ご視聴いただきありがとうございました。いろいろあったね。あった。もうね、もうちょっと語りたいぐらいよ。言い方が深いわ。ただちょっとね、足りないね、うん、また喫茶店で飲み屋じゃないところが可愛いよ。喫茶店安上がりな。そうそう、タピオカミルクティー飲みながら聞くから。紅茶をポットで頼んでずっと飲んでるみたいな。パンケーキ食べながら聞くから。そうそうよろしく。はい、皆さんもうね、2018年大変お世話になりました。この調子で2019年もこのままよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして来年はね、さらなる私たちも進化を遂げたいと思いますので、はい、温かく見守っていただければと思います。はい、さあ、まもなく今年も終わり、うん、皆さん、うん、一年お疲れ様です。またお会いしましょう。来年も楽しんでいくぞ。バイバーイ。良いお年を。